橋本博明7月22日隊は、日本の政治家、元文科官僚。広島県山形郡秋太田町長、元衆議院議員。広島県広島市浅南区出身。広島県立安古市高等学校卒業後、国立広島大学理学部に入学。大学卒業後は、広島大学大学院に進み、1996年。 科学技術庁に入庁、宇宙開発を専門とする。その後内閣官房へ出向し、独立行政法人の改革に従事した。2003年に、民主党衆議院議員、中村哲二の政策担当秘書に転職し、NPO 関連を中心に、法案の立案に関わった。2005年、小沢一郎政治塾第五期生となる一方で、 民主党国会議員候補者候補に合格し、政策担当秘書を辞職。2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙に、広島3区より出馬し、自由民主党の河合克行、社会民主党の金子哲夫、広島県議会議員で、郵政民営化に反対した、無所属の石橋良蔵や、日本共産党候補などが乱立する混戦となったが、 小泉旋風の吹き荒れたこの選挙では河合に敗れ、辞典に終わった。2009年の第45回衆議院議員総選挙でも広島3区より出馬し、自民党の増原義武を破って初当選。同年10月13日に開催された新人議員研修会を欠席して、幹事長の小沢一郎らに出席を受けた。2010年9月民主党代表選挙では、 2009年の選挙直前に小沢の資金管理団体である陸産会から多額の寄付を受けていたにもかかわらず、北上敬老、森岡洋一郎、藤田則彦、阿知あちはよ斉藤進、山尾しおり、大西健介、高橋翔一、二木白文らと共に、脱小沢の姿勢を明らかにし、菅直人を支持した。2011年民主党代表選挙においては、 当時の所属グループ会長である野田義彦の推薦人を務めた。2012年の第46回衆議院議員総選挙に広島3区より出馬。自民党の河合、日本維新の会の中丸系、日本共産党の元広島市議らを相手に戦い、得票数2番目で敗れ、比例復活もならず落選。2014年の 第47回衆議院議員総選挙でも広島3区より出馬したが、再び河合に敗れ、比例復活もならず落選した。2015年1月27日、口述の不祥事により、民主党を離党。2016年の秋太田町長選挙に無所属で、立候補するも、10月16日の投開票の結果、現職町長の小坂真嗣に83秒差で敗れた。 当日有権者数5949人最終、投票率75.32%その後、小坂は、任期満了直前の2020年4月9日、2019年の参議院議員選挙に関連し、上述の河合から現金を受け取っていたと表明して、町長調を辞職した。これに先立つ同年2月18日、 同町長選挙に立候補の意向を示していた橋本は小坂の辞職に伴い当初の予定より前倒しの5月24日投開票で行われた同選挙で全副町長の小島俊二を破り初当選した広島県で戦後国会議員経験者が町村長に就任するのは初めて当日有権者数5372人最終投票率 77.94%2015 年1月25日未明に、広島市中区において、道路交通法違反により摘発された。これを受け橋本は、民主党に、離党届を提出した。同月27日、民主党は、離党届を受理し、橋本を、広島3区総支部長から解任するとともに、第47回衆議院議員総選挙における、 比例中国ブロックの辞典候補者名簿から橋本を削除した。これにより、同ブロックの辞典1位だった橋本は、同ブロックで欠員が生じた場合の繰り上げ当選の可能性が消滅した。新広島産区総支部長には、福山市出身の塩村彩香、東京都議が当てられた。ありがとうございます。